やはりここは一瞬、原因は一時的な場ではないようです。ということは、ここはエンブリオ。でも、なぜ？あなたは？あ？私？どっかで会ったっけ？いいえ、多分私はお会いしていません。ただ少し記憶にある方に似ていただけです。つまり他人の空ね。まあよくわかんないけど、最近そういうことをよく言われるかも。私ってそんなどこにでもいそうな顔してるのかな。ですが、私があなたとこの地で遭遇したことは、おそらく青の意志の導きによるもの。青の意志であるのならば、私は確かめではなりません。青が私に求めているものが何なのか。それはつまり、私がなぜこの地に使わされたのかを知る鍵となるでしょうか。確かめるってそういうこと？ちょっと待ってよ。でも聞いてくれる雰囲気じゃなさそうだね。いいよ、相手になる。強っ。君一体何者？やはりあなたの魂、あの人によく似ています。懐かしい。そうなの？で、確かめたかったことは分かった？青の意志とか他人とか事情はよく分かんないけど。いい、不明のままです。青の意志はなぜ私をうつしおに運んだのでしょう。うつしお？ごめん、やっぱよくわかんない。でも知りたいことがあるのなら、自分の目で確かめてみるのが一番だと思うな。自分の目でですか？そうですね、そうします。それに戻る方法も探さなければなりませんから。黒髪直人、異なる世界から現れた魂、これも青の意志の見ものなのでしょうか。青の意志？お前、青について何か知ってるのか？あなたに語るべきことではありません。ですが、あなたに出会えてよかったです。あなたはこことは違う場所からやってきたイレギュラーの存在。私がいるべき場所に戻るための手がかりになるかもしれません。あんたもこの世界の住人じゃないのか？その頭の上の数字、めちゃくちゃじゃねえか。てめえマジで何者だ？私は青いと至る門を守る門番として、青の可能性を持つ者を門へと導く青との調停者。青へと至る門？そう、聞き逃せない話だ。ちょっと詳しく聞かせてくれよ。いいえ、お話できません。ですが、私はあなたに聞きたいことがあります。はっ、そいつは随分勝手だな。
正直言えばあんたみたいな奴とは戦いたくはねえな。こっちも簡単には引き下がれねえんだよ。強引にでも聞かせてもらうぜ。できるなら話だけどな。やべえ、やっぱやばいわ。やばい顔はしてたけど、時間の違う感じ。幻想生物じゃねえか。あなたから青を感じます。青のかけらの気配。くそ、どう考えても分が悪いな。あんたみたいなやつは真正面からは相手にしたくねえんだよ。さっさと逃げる。この感覚、王の危険ということですか。彼は私を倒す手段を持っている。いいでしょう。私がここへやってきたことも青の意志による導きなのに、彼との開口にも意味がないはず。必要なら再び愛に戻るでしょう。全ては青に導くもの。カメ、世界、エンブリオストレージ。世界の姿は違えど、生きる人間に大きな差はないということでしょうか。だとしこの世界は。そこのあなた、ここで一体何をしているのですか。その体操は、そうですか、あなたって人。この感覚が増える。何かしら、妙に胸がざわつく。増えるって違う。この開口にも意味があるのでしょうか。あなたは何者ですか。ここは人が安易に踏み込むべき場所ではありませんよ。探しているのです。私がここにいる意味と、私が私として果たすべき役目は、青が私に求めているものは何なの。その答えは役目、意味。あなた何者。新たな世界かしら。でも少し違うような。これもおそらく青の意志のためであるのか。確かめなければなりません。あなたという存在がこの世界にいる、そして私にとって何なのか。脅しというわけではなさそうです。ならばこちらも遠慮はいたしません。戦いの最中に嘘みですか。気配を感じます。近づいてくる。そこの者、姿を現しなさい。キノザブラッドエッジ、どうしてあなたがここにいるのです。別に俺がどこにいようと、てめえには関係ねえだ。それなりに事情と用事があって来たんだよ。そっちこそ。それで、誰だ。そうですか、そうだったのですね。私が写しを見導かれた理由、私に与えられた役目。ラグマサキラフィッチ、あなたをもうへと導きましょう。それは青の意志。
ここはもう会うと分かるものがないです。そして私は会うの可能性を持つもの、つまりあなたをここへと導くために宇宙に召喚された青との調整者。なんだこれは。で、その調停者とやらが俺に何の用だ。この門を俺の自由にしていいなのか、そういう都合のいい話じゃねえんだろ。ご自由に。あ、マジかよ。ただし、あなたが真の青の男であるのなら、それを確かめることは私の役目。それも青の意志です。誰の意志でも関係ねえ。要はてめえをぶっ飛ばせばいいんだろ。やってやろうじゃねえか。後で泣いても知らねえからな。誰とも違う青を感じます。それに強い意志を、強い願いを。ですが、あなたが本当に青の男であるのなら、これも青の意志なんですね。私ではなく彼。んだ、ごちゃごちゃうるせえぞ。これでラグナザ・ブラッドエッジが消えた。今の干渉はまさか。まだ早い。あなたは。あの男は確かに青の男の可能性を持っている。だがその可能性は未だ不完全。門を開くには値しない。完全、あなたには見えるのですか。いい、あなただからこそ見えるのですね。青が導くままに因果と宿命は巡る。それだけのことだ。それが神の意志なのですか。神などいない。では私は再び門を守る役目に戻ります。そして再び彼がここへとたどり着き、可能性として完全であるのならば、その時こそ